吉谷さんビーズの稲葉さんですよねいやすごいですねミュージシャンで思い出すなら私はマイケル・ジャクソンですねマイケル・ジャクソンなんと50歳で亡くなってるんですよだから今私の方が年上になってしまいましたもちろんねマイケル・ジャクソンがお亡くなりになった時私まだ40半ばでああ50歳ってどんなだろうっていうふうにマイケル・ジャクソンの死を思ったわけなんですけどもね 時間はあっという間に過ぎてきますよ。で、なんとね、なんか郵便の値段が上がるみたいなニュースも入ってきましたよ。これがですね、郵便料金値上げ。封書が110円。ね。はがきが85円と。いやー、なんとも早。私、年賀状ね、40円で出した覚えがあるんですけども、それから封書は60円ですか。あれ、小学生の頃だったかな。 いつの間にかその金額になってるんですね。私は今ね、300何十円かのレターパックで出すことが多いんで、まあ、はがきとか出さなくなりましたしね。そうなると、年賀状の料金も割高になって、ますます出す人と出さない人がはっきり分かれますね。こうやっていろんなものが価格が上がっていって、でもサービスの価値ってのはどうなんでしょうか低下してるんですかねうん。 あのね最近っていうか今日お昼にこの海鮮丼をスーパーに買いに行ったんですよ500円なんですよで盛りだくさんで満足度高くっていやおいしかったなと思ったんですねでも回転寿司行ったら500円じゃあまあ2皿か3皿ぐらいで終わっちゃいますよねうーん何なんでしょうね価格差ってのは必ずあるものだし価値の差ってのは 時代に応じて、それを提供する人に応じて、いろいろ分かれるものですけども、今ね、その、稲葉さんの話に戻りますけども、b ズの曲を女性で上手に歌う普通の素人の方がいらっしゃって、まあ、それはどんな歌手にも、そのカバーってのがあってね、普通の人がうまいんですよね。すごいなあこれでもプロじゃないんだ。みたいな人が結構いらっしゃって、楽しめるんですよね。うん まあ私なんか歌っても誰も喜ばないと思いますけどもまあでもねカラオケに行って私の歌を聴いてね喜ぶ人もまあまあいるんですよ恥ずかしいんで YouTube にはまあアップロードしませんけどもまあでもだからこそ来年はねカラオケチャンネルでもやってみようかなと思ってますね時間かかりますからねでもね一曲歌うのにやっぱり短い曲でも3分とかかかりますからねで一度行ったら一曲だけ終わっ歌って終わりってこともないんでまあ1時間とか2時間部屋借りて十分収録して 一曲ずつアップロードするみたいな。なんか、面白くない上に手間がかかりそうだし、しかもこれって絶対に専門チャンネル作っても広告収入にならないでしょうね。うーん、何枚だですね、もうね。まあ、マイケル・ジャクソン、50歳で、没ということで、非常に惜しいことをしました。それじゃあ、いってらっしゃい。